山本周五郎作三年目一の一。どなたです？そう言って覗いた顔を見て、友吉は孫ついた。家を間違えたのかと思って、慌てて左右を見回したが、間違えるはずはなかった。ここに角太郎という職人がいたはずなんですが、引っ越しでもしたんでしょうか？さあ、角太郎さんね。四十絡みの実定な男だった。聞いたことのねえなだが、おとよ、おめえ角太郎さんって人を知ってるか？そんな人は知らないね。障子の向こうでめんどくさそうな声がした。あっしどもはこの3月に移ってきたんだが、その前には吉兵衛という同業の担ぎ呉服がいましてね。その男は1年ばかりここにいましたよ。そうっすか。そらどうも、とんだお邪魔をいたしました。友吉はとぼんとした気持ちで路地を出た。旅がっぱにわらじばきで番がさぼさしている。そのちぐはぐな格好をそっくり映したような気持ちだった。箱根を越すときからぶっ続けの雨は、江戸ではもう半月以上になるという。七月二十日だというのに、合わせを着てもいいほどの冷え方であった。どうしたんだ、格のやつ。京橋八丁目の裏町。暮れかかる道の上は、足の甲を起こすほど雨水が溜まっていた。いくら頼りをしねえ約束だって、引っ越し先ぐらい知らせてよこさねえ方があるか。どこへ越しやがったんだろう。友吉は下打ちをしながらつぶやいた。張り詰めてきた気持ちが一時に崩れて、けじめのつかない、がっかりした頭の芯に、ふと、お菊の美しい目が、大きく描き出された。よう、ともさんじゃねえか？え？やっぱりおめえか。どうしたい？風呂帰りであろう。浴衣に平抜けで手ぬぐいを持った37、8の男が、傘を傾けながらやってくる。ともきちにとっては、親方筋にあたる、大工の棟梁の息子で、二太郎という道楽者だった。おお、これは、堀の若棟梁でございましたか。ずいぶん久しぶりの対面じゃねえか。なんだか髪型言っていたってが、今帰ってきたのかい？へえ、まだこんな格好なんで。そうかい。それでおめえ、これから各のところ行くつもりなんだろうが、かくはいねえぜ。若取りはご存知っすか？かくはおめえ、お菊さんと夫婦になって、二年目に元のところは引っ越しまった。なんでも、今は深川あたりにいるってよかったぜ。かくが、お菊さんと？友吉は、足が震えるのを感じた。二太郎はふと、往来仲だということに気づいた様子で、どうだ、ともさん。久しぶりで会ったんだ。どこかで浴衣にでも着替えて、一口つけようねえか？どっちにしてもその格好じゃしようがあるめえ。いい家があるぜ。ありがとうござんすが。お菊と角太郎が、夫婦になったという、友吉にとっては信じられないことであったが、今、現に家を訪ねて、スカを食ったばかりなので、もしやという鋭い疑いが胸へ突き上げてきた。それで彼は二太郎と付き合う気になった。詳しいことが聞けるだろう。そう思ったのである。桜橋の貸し淵に川内というちょっと名の売れた小料理屋がある。二太郎は馴染みと見えていい顔だった。そこで友吉は旅支度を脱ぎ、
ざっと風呂を浴びて、さっぱりした体に浴衣を引っ掛け、堀の見える2階の小座敷で、仁太郎と杯を取り合った。先帝、トモさん。おめどうして髪がたいなんぞ出かけてったんだね。調子を2本、ほろっと来始めたところで、仁太郎が話を誘い出した。日に、指紋目稼ぐ職人は、100人にしとると言われてる。おめえはその100人にしとるの稼ぎ手だ。そいつが、広田屋の亡くなるのと一緒に、ふいっと髪型行ったのは、わけがあるだろう。ええ。それにはちょいっと、身の恥を話さなくちゃならねえんですが。おっと、杯はおかねえことにしよう。実は、こうなんです。仁太郎の言う通り、友吉はいい職人だった。五郎兵衛町の、広田屋伊兵衛という大工のもとで、子飼いからずば抜けた腕を発揮し、17歳の時には、すでに一人前の手間取りになっていた。広田屋は、当時左前で、友吉とその弟分の角太郎という2人しか職人を持っていなかったが、伊兵衛は友吉を一人娘のお菊の婿にして、やがて広田屋を盛り返そうと考えていた。1-2。ところが、3年前の春、伊兵衛は不審場で大怪我をしたのが元で、ついに儚いことになってしまった。そしてその臨終に、お菊と友吉と夫婦になって、もう一度広田屋の名を盛り返してくれと遺言したが、さらにそれへ付け加えて。だが、それには友吉に頼みがある。と苦しい息の下から言った。友吉はいい職人だ。けれどもたった一つの傷は手慰みをする。おめえは隠していたつもりだろうが、オラは知っていた。場合が場合だけに、友吉は合口を胸へ突っ込まれたような気がした。事実、彼はその2-3年来、密かに博打場へ出入りしていたのだ。お願いだ、友吉。叱るんじゃねえ。死んでゆく異兵が心からのお願いだ。どうか今日限りサイコロは捨ててくれ。あっしゃはその時泣きました。友吉はぐっと酒を煽った。そうです。泣いて親方に約束しました。この場限り博打はやめます。二度とサイコロに手は触れませんと。広田屋はさぞ喜んだろう。喜んでくれやした。そして、その晩に亡くなったんです。あっしは親方の喜んで死んだ顔を見て、こいつは性根を入れ替える時だと思いやした。それで、髪型に立つ決心をしたんです。それはまたどうしてだね？悪仲間のいる江戸から離れて、さっぱりとサイコロの汚れを洗ってきたかったんです。3年も足を抜きゃ仲間とも縁が切れる。それから、新規巻き直しに始めるつもりでした。そうだったのか。そんな入り組んだわけがあったのかい。仁太郎は、友吉の杯に酒を継いだ。とっぷりくれた窓の外は、依然として、滅入るような雨の音だった。それで何か？その時、お菊さんとのことはどうなってたんだね？広田屋がご存知のようなわけですから、一時店を畳んだ上、八丁堀の角太郎の家へ、足の蹴るまで預かってもらったんです。すると、その留守の間に、角とお菊さんができちまった。言ってたんだな。ひでえ野郎があるもんだ。おめえが髪型に立ってから半年もしねえうちのこったぜ。
そいつは本当の子でしょうか。大菊さんは評判の小町娘だったから、噂も相当派手だった。恥をかくのが嫌でなかったら、誰にでも聞いてみねえ。丸投げに行った大菊さんが、買い物に出歩く姿はあだなもんだったぜ。友吉は二三杯煽りつけた。びしょびしょと小闇もなく降る雨の音が、ささくれだった神経にイライラと響く。二人はどこにいますって？友吉が突っかかるように聞いた。よくは知らねえが、深川の方で見かけたものがあるって話だ。さすがに大川のこっちには住めなかったんだろう。自然、うちの建場には客は来ねえから。赤棟梁、酔ってもようござんすか？よかったら、どこかへ繰り込もう。え、それには及びません。友吉の目は、粘るような光を帯びていた。茅場町の山崎屋という宿の2階で、友吉はその明くる朝を迎えた。二太郎は自分の家へわらじを脱げと進めた。そうすれば、堀一家の兄分として、今後の面倒を見ようという。だが、友吉は断って別れた。先のことなんかどうなろうと構わない気持ちだった。久しく飲まなかったところへ、深酒で、頭の芯が割れるように痛かった。運ばれた飯には、手をつける気もなく、窓からぼんやり、今日も降り続く雨の街を見ていると、やはり考えは、一つことに落ちていった。そんなはずはねえ。いくら考えても信じられなかった。信じられない後から、しかし疑いはしつこく湧き上がってくる。次から次へといろいろな場面が空想される。それは全く身の震える空想だった。いけねえ。こんなことを一人で考えていたってしようがねえ。誰を探すのが先だ。探し出して確かめてから残った。なあに、深川がどれほど広いもんか、きっと探し出してやる。友吉は迎え酒を煽ってから宿を出た。大川の水は茶色に濁って、ほとんど岸に溢れかかっていた。新大橋には、身の傘をつけた人々が大勢出て、通行人の制限をやっていた。橋が落ちそうだというのである。実のところ、渡ってゆく友吉の足の下で、橋はブルブルと身震いをしていた。今夜の揚げ潮が危ねえぞ。矢倉下から先は、土間へ水がついてるそうだ。水見に来たらしい人々の間に、そんな言葉が交わされていた。降り続く雨で、本所深川一帯は、もう四五日前から、洪水の危険に迫られていたのである。友吉はそんなことを聞きながら、橋を渡った。2-1。夕方の、満ち潮が危ないと言われていたのに、その夜は、かえって水が低くなった。こういう長雨の時には、決して大水にはならねえもんだ。そう言って経験を語る老人もいた。しかし、新大橋は、暮れ方に通行を止められてしまった。永泰橋はまだ渡れたが、友吉はそのまま深川で宿を取った。一日中歩き回って、濡れて疲れて、体はボロ切れのようにクタクタだったが、気持ちは逆に鋭くなるばかりで、飲んで寝たにもかかわらず、朝まで眠れなかった。その明くる日も一日無駄に終わった。大工建場とか、棟梁の家々を訪ね回ったが、角太郎らしいものは、
どこでも探し当たらなかった。雨に濡れ、水の溢れた道を虚しく戻りながら、友吉の心はますます棘を持ち始めた。ふん、惨めなざま、どうだ。自分で自分を罵った。やりきれない気持ちだった。昨日の宿へ帰ろうとして、八幡前まで来たとき、小料理の軒行燈を見つけた友吉は、誘われるようにその軒をくぐった。水の不安で客もないらしい、ひっそりした奥から出てきた女が、いらっしゃいまし、と言った途端に、あらま珍しい、友さんじゃありませんか。薄化粧をした顔を、驚きでいっぱいにした女。友吉にはちょっと思い出せなかった。お忘れになったの？薄情な人ね。五郎兵衛町のお棚の裏にいたお米ですよ。ああ、あのお米ちゃん。ようやく思い出したのね。ま、とにかくどうぞ、お二階にしましょうね。ゆっくりしてらしっていいんでしょ？珍しいのと不思議の立て続けで、あまりいい好みではない二階の小座敷へ案内した女は、酒魚を運ぶ間も惜しそうに話しかける。広田屋の裏長屋にいた船八百屋の娘で、ちょっと器量が良かったのと、誰とでも気軽に冗談を言う明るい性質から、一時は界隈の若者たちに随分騒がれたこともあった。あたしにもいただかしてよ。女は催促するように杯を差し出した。この頃くんち、水騒ぎでお客はまったりなの。すっかり腐ってたところだ。おなじみがいに今夜は酔わせてもらっていいでしょ。別に尺はしねえから、勝手にやってくんな。ご挨拶だこと。でも、ともさんは昔からそうだったわ。人がやきもきしているのに、いつだってそっぽを向いて、どこを風が吹くかという顔だったわね。今考えても憎らしいわ。なんで、変なところで嬉しがらせを言うぜ。あの自分はおいらなんざ見向きもしなかったくせに。嘘にもそんなこと言わないでちょうだい。私がトモさんがどんなに思っていたか、ちゃんと知ってたはずじゃありませんか。へえ、そいつは初耳だな。とぼけたってダメよ。いつか、キネ屋さんの土蔵の裏で、私を泣かせたこと忘れたの。四五杯立て続けの酒で、女はもう少し酔った様子だった。言われてみればそんなこともあった。こっちは点でそんな気持ちはなかったので、素振りや目混ぜで心を通わせようとする娘を、ただうるさいとばかり思っていたが、いつか町内の杵屋という質屋の土蔵裏で、お米が恋文を渡そうとしたとき、一本木から手厳しくたしなめたことがある。いいわ。その時、お米は泣きながら言った。トモさんに嫌われたらおしまいよ。私もダメな女になってやるわ。あの時私、本当に狂わいでも身を振っちまおうかと思ったのよ。混ぜてたのね。あの時私は16だった。トモさんが18ね。二つ違いは縁がないって言うけれど、本当だったわ。あれから間もなく引っ越したようだったが、ここにはいつ頃から来ていたんだ？この家へ来たのはつい先月よ。ずいぶん苦労したわ。お父さんもおっ母さんも死んだし、今では缶ガラスの一輪っきりで気楽だけれど、その代わり何の張り合いもありゃしない。この頃は昔のことばかり考えているのよ。あら、喋っていてすっかりお酌忘れた。ごめんなさい。そいつはもう空だぜ。おい、ほんと。
こんなのってあるかしら。お米は笑いながら立っていったが、戻ってくるといきなり。自分の話で夢中だったけど、ともさん。と大きな目をしていった。あなたの方は一体どうしたの？私は、ともさんがお菊さんと夫婦になって、ひろたやさんの後を取るんだって聞いていたのに、あれは噂だけだったのかい？どうしてそんなことを聞くんだ？だって、お菊さんが角太郎さんとご夫婦になってるんだもの。私びっくりさせられたわよ。2-2。おめえ。友吉はぐっと自分を抑えながら。あの二人が、夫婦になったのを知ってるのか？私は、こんな影をしているので、恥ずかしいからまだ口はきかないけれど、二人で、八幡様の裏に所帯を持っていますよ。八幡様の裏って言うと？この先を左へ曲がっていけばすぐの大きなイチョウの木があって、その路地の奥、狭いけれど二階作りでちょっと粋な家だわ。友吉は酔いが覚めてきた。それで煽るように飲んだ。もうお米の話も耳に入らず、飛び出したい気持ちを抑えるのが精一杯であった。やはり本当だったんだ。ざまあ見ろという声が頭の芯で何度も聞こえた。3年前の春が思い出される。上方へ立つ友吉を鮫洲まで送ってきた角太郎は、いよいよ別れるという時になると、愚直な顔に涙を浮かべて、兄、お菊さんは確かに預かった。どんなことがあっても、兄貴の帰るまでは大切に預かっている。どうか、安心して行ってくんな。そう言って、泣き笑いをした。角太郎は、友吉より、一つ上の23だった。腕も達者という方ではなく、男ぶりもパッとしない。ただ、愚直で、間違いのない仕事をするだけが取り柄であった。どんなことがあっても大切に預かっている。そういった時の、いかにも実意のありそうな泣き笑いが、友吉には今帰って長老するように思い出されてきた。畜生、あの顔で騙しやがったか。雨の町へ出た時、友吉の心はもうズタズタになっていた。そして、四五軒行った町並みに、古道具屋があるのを見つけると、ふらふらと店へ入って、合口を一本買った。中川の水門が壊れたそうだぜ。もういけねえ。須崎の波よけも崩れて、入船町あたりは水が床へついたそうだ。道を行く人声は、さっきから物々しくざわついていた。その付近も低いところには水が来ていた。暮れ方の鈍い光を映して、どこからどうしてくるとも知れず、じりじりと目に見えぬ速度で次第に盛り上がってゆく水の姿は、まるで生き物のような根強い力を持っていた。荷車へ家財道具を積んで逃げる者が幾組も通った。大きな包みを背負って尿木をせき立ててゆく者もあった。また一方では、大丈夫だ。繁栄の水の時もここは作らなかったんだ。今は揚げ潮だからこんなだが、見ていねえ。もう一時もすれば引いちまうに決まってるから。そう言って、木早に逃げ出すのを笑っている人々もある。古くから住んでいる人たちは、皆その組だった。友吉は水を踏んでいった。教えられた大井町のところで、右へ入る路地がある。懐から手ぬぐいを出して頬かむりをした。はしょった裾をきっちり帯へ挟んで、合口はいつでも抜けるように左のたもとへ入れた。路地の中はくるぶしを浸す水で、もうどぶ板が浮いている。逃げ支度をしている家もあり、畳を上げている家もあった。友吉はその騒ぎを遠い国のことのように聞きながら、半ば夢中で二階屋の前まで来ていた。
障子に日が差していた。声は聞こえないが、何か片付けているらしい物音がする。荷物を運び上げてでもいるのか、時々二階の窓の障子へ人影が差し、階段を上がり下りする気配がした。友吉は格子戸を開けた。ごめんください。ごめんください。角さんはお宅ですか？はい。という返事が二階でして、足早に降りてきたものがある。友吉は、明かりを避けるようにしてじっと見ていた。降りてきたのはお菊だった。あの時が18。だからもう21の、すっかり成熟した女になっている。きっちりと帯に締められた腰のくびれも、浴衣の胸の弾力のある膨らみも、たすきをかけてあらわになった二の腕の白さも、女の盛りの魅力が匂うようである。友吉の目は鋭く、お吉の髪が丸曲げなどを凝視していた。どうなった？船里さんからですか？うちはまだ帰ってきませんが、何か。と、覗く花へ。友吉は、濡れ足のまま、ずいと上がって、放火無理を取った。お菊は、不審そうに友吉を見た。そして、誰だかということがわかり、相手の目の、たけだけしい光を見ると、あ、お前は。愕然と叫びながら、たじたじと後ろへよろめいた。友吉は襲いかかるように飛び込んで、女の右手をぐいとつかみながら、友吉だ！驚いたか？と、歯の間から絞り出すように言った。三の一。友さん、何をするの？女は本能的に危険を感じた。待っとくれ。これには訳があるのよ。どれに訳があるんだ？この丸投げにか。誰か。女のあげる悲鳴が、友吉をけしかけた。うるせえ！ジタバタしてもうつかねえぞ！力任せに引き据えると、手に当たった腰紐で女を後ろ手に縛り、手ぬぐいでがっちりと猿むつわをかませた。女は大きく見開いた目で、祈るように友吉の目を見上げていた。よくも。よくもおいらを騙しやがった。こんなこととは知らねえから、おいらは髪型で3年、一口の酒も飲まず稼いでいたぞ。広田屋の名を盛り立てるにも、二人で所帯を持つにも、先立つものは金だ。おしろいの匂いも嗅がず、食べてえものも我慢して、3年の間貯めた金が30両。腕一本で稼ぐには、血の滲む苦労をしてきたんだ。それを、帰ってみりゃこの様だ。てめえたちは二人で、さぞこの俺を笑いにさにしていただろう。おいらも自分で自分がおかしいや。おかしくってたまらねえや。友吉は引きつったように笑い出した。てめえたちが目元になったと聞いても、ここへ来るまでは信用ができなかった。これを、うちはまだ切らねえ。抜け抜けと言いやがったな。これ見逃しの丸曲げを目の前へ晒しやがったな。それでやっと騙されたことに気がついたほど、おいらは間抜けの金看板だ。古いセリフだが、重ねておいて四つにするんだ。死んだ親方も、こいつは勘弁してくださるだろう。二人一緒にするのを慈悲だと思え。友吉は、それだけ言うと、お菊を抱え上げて、次の前へ行き、空いている戸棚の中へ押し込んで、襖を閉めた。お菊は、されるままになっていた。路地には、急に人声が高くなった。こう、いけねえ。下駄が剥き出したぜ。ジンベエさん、おめえ逃げねえのか？こいつは並大抵の水じゃなさそうだぜ。蓬莱橋が渡れたってさ。お前さん、早くその荷物を持って出ておいでよ。そういう声に入り混じって、ザブザブと水の中を歩く音が聞こえた。どうやら膝あたりまで浸かってきたらしい。
鋭い赤子の鳴き声が起こり、どこかで犬が悲しげに吠えた。友吉は台所へ行ってみた。酔いが覚めそうで、何とも言いようのない酸っぱい悲しさと怒りと悔しさが胸を締め付ける。炭の方に一生どっくりがあるのを見つけた。振ってみると半分方残っていた。それを避けて六畳へ戻ると、いきなりとっくりへ口をつけて煽った。かくさん、かくさん。二三軒先から誰かが呼んだ。いねえのかい、かくさん。おかみさん。もうダメだぜ。今のうちに逃げねえと手遅れになるぜ。おかしいな。いねえのかな。かくさん、おきくさんたら。女の声も聞こえた。友吉はひょいっと冷笑した。それからまた酒を煽りつけた。味も何もわからない。ただ喉をごくごくと冷たく落ちてゆくのが心よかった。路地打ちの騒ぎはいつか遠のいていた。ただどこかで人の呼び交わす切迫した声だけが、刻々に近づきつつある大きな危険を感じさせた。とっくりがほとんど空になりかかったとき、友吉はひょひっと聞き耳を立てた。ザブザブと水音が近づいてくる。おきく、おきくと呼ぶ声が聞こえる。友吉はとっくりを投げ出して、片手を左のたもとへ入れながら、片膝を立てた。格子が開いて水音をさせながら、誰か土間へ入ってきた。おきく、どうした？いねえのか？いるから上がってこい。友吉が叫んだ。誰だ？船定の吉さんか？そう言いながら上がってきたのは、ぬれねずみのようになった角太郎であった。彼は人違いをした様子で、吉さん、落ち着いてじゃいけねえ。船はそこまで引いてきてあるんだ。おきくは？言いかけてプッと口をつぐんだが、角太郎は聞こえるほど息を引きながら。おめえは兄、兄か。俺だ、友吉だよ。いつ帰ってきた？そんなことはどっちでもいいや。おいらの顔を見たからにゃ、てめえ、覚悟はいいだろうな。兄、うるせえ。てめえのような畜生に、兄と呼ばれる覚えはね。待ってくれ、兄。おめえまさかお菊さんは？言いかけて、角太郎はダットのように二階へ駆け上った。三の二。風呂敷包みにした荷物が三つ四つ。安頓の光にわびしく照らされている。一まっきりの二階には、求める女の姿はなかった。おきくさん！うめくように叫ぶ後ろから、追って上がった友吉がたっと体当たりをくれた。お、兄、待ってくれ。礼をあげるな。話があるんだ。角太郎は友吉より力があった。話せば分かってもらえるんだ。こうするより他にしようがなかったんだ。待ってくれ。まだ言い上がるか、畜生。ともすれば反対にねじ伏せられそうになる。友吉はギラッと合口を抜いた。お、危ねえ。角太郎は飛びのく拍子に包みへ足をかけてダッとのけさまに倒れる。友吉はそいつへ体ごと組みついた。角太郎は視力を出して友吉の右手をつかみ、合口を自分の体の下へ押し込んだ。そしてほとんど畳を噛むようにして、兄、おめえ、と悲しげに叫んだ。おめえ、三年前、サメズでおいらの言ったことを忘れたのか。今さら何を言いやがる。あの時の約束を忘れたのか、兄。ほら、覚えてるぜ。おめえは忘れたかもしれねえが、言ったほら、覚えてるぜ。振り仰いだ目からは涙が溢れていた。あの時の目だった。
あの時と同じ愚直な顔だった。とんちも言えず、シャレを聞いてもわからない、愚直一方の角太郎の顔だった。どんな弁解も信じられなくなっていた友吉だったが、その目とその言葉には、思わず水を浴びたようにハッとした。ほら、言ったはずだ。たとえどんなことがあっても、お菊さんは大切に預かっているって。はに、おら、人間がどんだからヘマをやらねえとは言わねえ。けれども、はにとした約束だけは守ってきたぜ。そんならなぜ、お菊と夫婦になった。頼りにしねえで、なぜ家を引っ越した。お菊に丸投げを言わせて、なぜおいらを世間の笑い者にしたんだ。それはみんな、堀の若棟梁のためなんだ。なんだ？堀の二太郎がどうしたと？若棟梁が、お菊さんを妾にしようとしたんだ。兄は立った後に知らなかろうが、亡くなった親方は堀に借金があった。その金を稼に、どうでもお菊さんを妾に出せと言うんだ。友吉は、殴りつけられたように思った。兄が帰ってきて、広田屋を盛り返すためには、堀一家と喧嘩はできねえ。しょうがねえから、お菊さんと相談の上、二人が夫婦になったと見せることにしたんだ。おらはどんだから、それより他には知恵がなかった。兄さえ帰ってくりゃどうにかなる。そう思ってしたんだ。引っ越したのを知らせなかったのも、おめえに心配をかけたくねえからだ。おいらも、お菊さんも、陰膳を据えて待っていたんだぜ。友吉は低くうめきながら起き上がった。そうか。あの二太郎が元か。持っていた合口を投げ出すと、いきなり友吉は階段へ飛んでいった。いつそんなに出たものか、水はもう階段を六分方いたしていた。友吉はくるくると裸になって、その水の中へ飛び込んだ。畳が浮き、タンスが浮いていた。友吉は夢中で戸棚の見当を探した。狭い家の中なのに、水で浸かると、まるで見当が狂う。二度まで息をつきに、水面へ浮かんだが、三度目にやっと襖へ手がかかった。生きていてくれ、お菊。友吉は水の中で襖を蹴破った。それから手を伸ばして、お菊の腕と思えるところを掴んだ。けれどもう息が詰まって、胸が引き裂けそうだった。脳がくらんできた。お菊、お菊、ダメだ。友吉は、息を吐くためにもう一度水面へ浮いた。そうしてすでに水が天井とすれすれまで上がっているのを知った。兄、兄！角太郎の狂気のような声を聞きながら、よたび潜った。神の加護か、侵入する水の力で、お菊の体が戸棚から押し出されていた。友吉は夢中で抱え込むと、流れる造作の間をかき分けながら、階段口の方へ泳いでいった。かく、兄、手を貸せ、お菊さんだ。角太郎の手へお菊を渡すと、気の緩みで友吉はずぶりと水の中へ沈んだ。しかしすぐに階段へ捕まって、肩で息を吐きながら2階へ這い上がった。角太郎は、合口を拾ってお菊の縄目を切り離した。友吉はすり寄って、お菊の肌へ手を差し入れた。ぬくみがあった。角太郎が手早く包みを解いて、ちりめん浴衣を一枚取り出した。友吉は目をつむって、お菊の濡れた着物を取り替えた。それから包みの一つを引き寄せ、その上にお菊をうつむけに寝かして、力いっぱい背中を叩きながら。お菊！お菊！お菊！と懸命に呼び続けた。角太郎はその間に屋根へ飛び出して。兄、おいら船を持ってくるぜ。表の一応へ繋いでおいたんだ。もしあれが流されていたら、すまねえが俺たちは。すまねえな、俺だ。見てきてくれ。じゃあ、わかってくれたんだね、兄。
角太郎は振り返って泣き笑いをした。ほら、どんな生まれつきだ。ハニーに飛んだ心配をかけちまってすまねえ。勘弁してくんな。ハク、生きるも死ぬも三人一緒だ。オイラのバカを笑ってくれ。ほら。泣き笑いを残したまま、角太郎は屋根伝いに飛んでいった。その時、お菊が水を吐いた。閉めた。ぐいぐいと溝落ちのところを手で揉むようにしながら、なおも背中を叩くうちに、二度三度とおびただしく吐いたが、やがて低くうめき声を上げながら、起き上がろうとする様子を見せた。お菊、気がついたか、友吉だ。わかるか、おいら友吉だ、友吉だぜ。抱き起こす手、お菊は力の抜けた自分の手をそっと絡んだ。濡れて髪のように白い顔へにっと微笑が浮かんだ。トモさん。何もかもわかった、お菊。おいらはバカだった。堪忍してくれ。お菊の手が弱々しく友吉の指を握った。大きく見開いた目からはほろっと涙が落ちて。むせび上げるような声で言った。トモさんから、私をあんなところへ入れたまま忘れたりして、ダメよ。お菊、私、怖かった。半分は泣き声だった。そして懸命に笑おうとしたが、たまりかねて、いきなり友吉にすがりつきながら、叫ぶように言った。わーっと泣くお菊の手を、無言の謝罪を込めて、友吉は握りしめた。釣り寄せた頬と頬、二人の涙の温かさが、二人の間にあった三年の月日を一遍に取り戻した。窓の外へ、角太郎の漕ぐ船のロートが近づいてきた。天明元年、7月22日の、夜のことであった。山本周五郎作、三年目、全文読み切り、書室、雄弁、昭和16年8月号より、